愛です。あかりだよ。 AI 美女の作り方を知りたい。無料でどうやって生成できるのかな。愛知、教えてちょうだい。画像生成ができるサイトに新アートがあります。新アートでは無料で高クオリティの AI 美女、 AI グラビアの画像生成をすることができます。スマホでも手軽に生成することができるのでおすすめです。この動画では可愛い AI 美女の作り方についてわかりやすく解説します。まず最初に新アートにログインしてください。概要欄に新アートの URL を貼っています。右上のログインボタンを押してください。5つの方法でログイン方法があるので、1つ選択してから登録、ログインしてください。ログインしたら次は AI 美女を生成するためにリアル風の画像生成ができるモデルを選択します。左上にあるチェックポイントをクリックしてください。右上の検索場所でシティエッジミックスと入力してください。シティエッジミックスのモデルが表示されるのでクリックしてください。左上のモデル名がシティエッジミックスのモデル名か確認してから、右側にある創作ボタンを押してください。すると右側にあるモデル項目にシティエッジミックスが追加されるようになります。下部にあるプロンプト内に画像生成してほしい呪文を入力してください。英語だけでなく日本語の入力でも生成することができます。単語と単語の間にはカンマで区切って入れるようにした方がいいです。言語でもいいのですが、単語の方が何を入れているのか判断しやすくなるのでおすすめです。 AI 美女を生成するためのプロンプト内容は概要欄にあるので参考にしてみてください。プロンプト内容を入力したら次はネガティブプロンプトを記載します。右側にある高級設定の項目を開いて、ネガティブプロンプト内に画像生成してほしくない呪文を入力してください。使い方として、例えば画像生成した時に街の風景の画像が出てきたとします。ネガティブプロンプト内にターンの呪文を入れることで街の画像生成を省くことができます。今回の例ではこちらの内容で入力しています。内容ですが、低品質になる要素を省くようにしたり、モノクロや落書きのような画像生成をしないようにしています。次は VE を設定します。 VE では全体が明るくなったり、特定の部位などが修正されたりしてクオリティが上がるので必須で入れていた方がいいです。こちらは VEFT と KLF8 アニメ2を比較した結果になります。 KLF8 アニメ2の方が少しだけ明るくなって全体がはっきりと映るようになっているね。 VEFT の方が良いという場合もありますから、どちらも生成してお好みで設定してください。モデルによっては別の VE にした方が質が高くなる場合があるので、比べて良い方を選択するといいでしょう。この例では VE の設定を VEFT を選択しています。次はアップスケールを設定します。右側にあるアップスケール項目で 4X ウルトラシャープを選択してください。アップスケール項目では高解像にさせることができるので、クオリティの高い AI 美女を生成することができます。設定が完了したら、プロンプト入力場所の右側にある送信ボタンを押してください。画像生成した結果がこちらになります。クオリティの高い可愛い AI 美女を生成することができたよ。まとめです。新アートでは無料で可愛い AI 美女を生成することができるので、おすすめのサイトとなっています。スマホからでも利用することができるので、ぜひ参考にして画像生成してみてください。以上で AI 美女の作り方について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。 AI グラビア、 AI イラストでお金を稼ぎたい人は概要欄に貼ってある URL で解説していますので、興味がある方はぜひ読んでみてください。ご視聴ありがとうございました。